中国の瓦の一例日本の静谷学校行動の洋変瓦の屋根イタリアの典型的な瓦。本来の素焼き。オレンジ色のテラコッタ。ドイツの瓦の一例米国の瓦の一例。スペインコロニアル様式の瓦屋根。瓦は屋根吹きに用いられる代表的な建材である。歴史的に見れば、用いられてきた瓦のほとんどが粘土を焼いて作られていたものであり。 他の素材のものはあまりなかった。瓦という漢字はもともとは屋根の建材に限らず粘土を素焼きしたものを全般を意味している。ドイツでは粘土製のものを他のものと区別してジーゲルと呼んでいる。粘土瓦詳細は粘土瓦を参照かつては瓦といえばもっぱら粘土瓦を指したが近年では 様々な素材のものがあり、瓦だけでは他の素材と区別がつかなくなってしまうので、粘土瓦をあえて区別する場合は、本瓦とも言う。釉薬の使用の有無によって、釉薬瓦と無釉薬瓦に分けられる。金属瓦古くは、平瓦、丸瓦、薬瓦の形に作られた木の型に、銅や鉛の薄い板を貼り付け粘土瓦と同じような方法で吹いた。 現在では、木型はなく、鉄やアルミなどの金属板のみである。徳川家康が、江戸城天守や名古屋城大天守の最上階に、吹いたのが、始まりとも言われており、高層建築を建てる上での瓦の重量を軽減させるために用いたと考えられている。他に、寒冷地域では、割れてしまう粘土瓦の代わりに吹かれることがある。最近では、銅は、 酸性部で腐食してしまうためにステンレスやガルバリウムが用いられる。風合いがないために表面に接着剤で砂などを固定し、セメント瓦を模した製品もある。日本では最近、チタン製の瓦が登場した。アルミに比べ効果だが、メンテナンスがほぼ不要で、補修費用がかからないため、長期的には低コストであるという。 セメント瓦も自動リセメントで作られた瓦である。セメント1に対して砂3の割合で調合したモルタルを用いて作られる。比較的安価で多彩な形があった。顔料を練り込むか固まった後で塗布して色をつける。そのため年月が過ぎると風化し、色や表面の艶を失ってしまう欠点があったため、吹き付け塗装などを行って維持管理をする必要がある。 安価な家屋に使用されていたが、最近ではその座を金属がわらや、厚形スレートに譲り使用されることは激減した。割れやすいという欠点があり、補強のためにアスベストが使用されることもあり、社会問題となった。詳しくはアスベスト問題を参照。現在は大半のメーカーが製造から撤退しており、2017年時点で工場は沖縄の一軒だけである。 プレスセメントが、バラセメント瓦の一種。もともと、スレートとは、年番岩のことを言うが、年番岩を用いた瓦ではなく、セメント1に対して、砂2の割合で調合したモルタルを、高圧油圧プレス成形で作られる瓦のことである。戦後の復興から昭和60年代まで西日本で大量生産された。近年では、 グラスファイバーなどを配合した複合素材も開発されている。表面の色調は塗装によるもので10年に1回程度の再塗装が必要であったが、近年は陶器に使われる釉薬を塗布し調整したものや抗体吸樹性塗料により数十年の耐久性を持つものも販売されている。プレス成形後の寸法精度が高いことにより特殊な形状の薬物部品が作りやすく、 思考の省力化簡易化が図られている。参考、ジス a 5400に2000にガラス瓦ガラス製の瓦のこと。透明にはせずに曇らせる。三瓦型に作られているものなどがあり、天窓の代わりに粘土瓦に混ぜて用いられることが多い。石瓦石製の瓦。古い例では、近世以前の建築である丸岡城天守に吹かれている。 業界岩製のものがある。寒冷地域では吹けない粘土瓦の代わりとして吹かれたのが始まりである。古いタイプの石瓦は重く製造も容易ではない。他に粘板岩製のものを使う。複雑な形のものは製造できないので雨漏りしやすく観光灰の屋根には適していない。平瓦並大ら四角形の板を 追う方向に湾曲させたのみの形状をなす。本河原吹の河原。丸河原に対する、メス河原。別名、女河原。四季平体剣平河原の下に吹く河原。丸河原並丸円筒を縦に割ったような形状をなす。本河原吹の河原。平河原に対する、オス河原。別名、男河原。三河原詳細は、粘土河原に詳しいが、 三河原は日本の江戸時代中期に発明された形状の河原である。本瓦の丸と平らを一枚に合わせた形状で通常の本瓦よりも軽量である。波三右下部に切り込みがある。切り込み三左上部と右下部に切り込みがある。引き掛け三表は切り込み三瓦瓦と同じであるが、裏面に瓦山に引き掛けるための突起がある。 S, S 型ヒく平瓦と丸瓦を一体化させたような形状の三瓦。大正期に輸入されたスペイン瓦から発想を得て開発された F 型三瓦の一種、平板瓦とも言う。接合部以外は起伏が少なく平坦である。明治期にフランス人のアルフレッド・ジェラールによって開発された J 型本瓦や三瓦などの日本の従来から ある形の瓦のこと。S 型や F 型などの洋瓦に対する区分。焼瓦がかり瓦ハフの上部に作られる身の甲に吹く、瓦のこと。掛けともえ瓦、掛か,かりともえ身の甲部分の先端を飾る、軒丸瓦のことがか,かりカラクサから草瓦、掛かりら草から、身の甲部分の先端を飾る、軒平瓦のこと袖瓦身の甲でないハフ上部に、吹かれる瓦。 ケラバカワラ、つまとも言う。ケラバ、平瓦から、本瓦かわきのケラバに吹くカワラ。ケラバ、三瓦、三瓦ラ、さきのケラバに吹くカワラ。ケラバ、カラクサともえとカラクサをカワラのつま側面に施した、袖瓦。掛ワかけカを吹いたみのこのようになる。軒瓦兼丸瓦、軒丸から、本瓦かわきの丸瓦の軒部分に吹くカワラのこと。別名、あぶみ瓦。 ともえふみが描かれることが多いので、ともえ瓦とも、通称される。すみともえ瓦、すみともえのきすみの先端を収める、のき丸瓦のこと。のきひら瓦、のきから、本かわらきの平ら瓦ののき部分に吹く瓦のこと。別名、うがわら。文が描かれることが多いので、平唐草とも通称される。すみ平ら瓦からのきすみを収める。 軒平瓦のこと。すみから草とも言う。適水瓦、マイナス剣平瓦がわの下部の株を一箇所加弁型に形作り、また雨だれを良くするために、ガトウ部分を垂直に垂らすのが特徴。軒平瓦の一種。中国明朝時代に普及した軒平瓦で、日本へは豊臣秀吉の文読慶長の役を通じて、朝鮮半島から取り入れられた。高麗瓦 朝鮮瓦の異名がある。のきさん瓦さん瓦武器の三瓦ののき部分に吹く瓦のこと。三から草とも言う。飛鳥時代の本瓦武器の例奈良時代の本瓦武器の霊胸瓦りぶり瓦、りぶり胸の最上に乗せる瓦。願ぶりの字には缶も当てられる。福間瓦とも言う。丸瓦のようなものの他に箱願ぶりなどがある。のし瓦。 のし、胸に積み上げられる瓦。平瓦とは違い突方向に、むくりがある。別名、包み瓦。ひものしめんこ瓦。めんこのし瓦と平部べの瓦吹きとの境にできる、隙間を収める瓦。地方により、形状をカツオ、カニの甲羅、串に見立ててそれぞれカツオめんこ、カニめんこ、串めんこと呼ぶことがある。 胸飾り鬼瓦胸の妻側先端部に使われる装飾の瓦。役除けと装飾のため鬼面を施したのが故障の由来である。鬼面の有無を問わず鬼瓦と呼ばれる。獅子口図上に三つから五つの京の巻という丸瓦状の瓦をつけたもの。鬼瓦と同様の胸色である。鳥スマ胸の鬼瓦状につけられる棒状の瓦。 鬼瓦を固定するための役瓦であったが、シャチやシビのように装飾化した。北西の壁画。瓦屋根が見て取れる。古代ギリシアの様々な瓦瓦は、洋の東西を問わず、古くから用いられている。しかし、瓦が誰によっていつ頃発明されたかは、よくわかっていない。発見されている世界で最も古い瓦は、 中国の鎮静省西安の近郊から出土したもので、薄手の平瓦である。中国では夏王朝の時代に、陶制の瓦が作られていたという記録があり、春秋戦国時代の瓦は遺物として残っている。西洋では例えば、ギリシアでは古代ギリシアの時代から、民家は、かやぶき屋根と並んで瓦屋根も用いられていた。 パルテノン神殿も、もともと神殿として使われていた当時は、屋根部分は木組みになっており、屋根の表面は大遺跡の瓦で覆ってあったのである。世界での主たる、販売業者としては、ブラスモニーンやビルディンググループ、イーテックス、アイコ、ビナーベールガーなどが挙げられる。ホテル建設市場では、世界的に見ると、ホテルが高級志向になってきており、瓦屋根で施行されることが増えてきており、 瓦原の需要が増している。日本の古瓦らも参照型や用と小生法、色、東急、産地など様々な分類法があり、数え方によっては1を超えるほどの種類がある。特に記念が施された鬼瓦原やガトの文様は芸術品としての評価もある。粘土瓦原の製法は本来の素焼きよりも釉薬が使われる方が増えたので、現在では 有薬を使用する瓦と有薬を使用せず素焼きにする無有薬瓦とに対別されるようになっている。2006年現在で日本国内で稼働している最大の瓦釜は溶石としては長さ110メートル幅開いたち12列1段のトンネル用である。最長は125メートルのトンネル用である。粘土以外の材料を用いた瓦は日本では 粘土瓦と区別しつつ、材料名、瓦の形で呼ばれることが多い。中でも、石瓦や銅瓦は、歴史的にも古くから用いられてきたものである。現在でも、セメントを用いた、セメント瓦、金属を用いた、金属瓦等が、粘土瓦が向かない、寒冷地、自社、歴史的建造物等によって用いられることがある。瓦が吹かれた屋根を、瓦吹き、 瓦原吹き屋根、イラカという。日本のイラカは、てっぺんが水平なものが多い。瓦を屋根に施行することを瓦を吹くと言い、その施行に携わる業者を瓦原吹き職人と呼ぶことがある。日本の三瓦の屋根用と瓦は日本では、その本来の屋根建材としての用途のみに限らず、平瓦を壁に用いて、漆喰で継ぎておいたかまぼこ状に盛り固めた、生子壁や、 瓦や石などを粘土で接着し固めて作る、練り塀などの壁材、寺院の基段のタイルのような役目や、雨落ちや溝の一部としても用いられる。建築以外では、空手道や中国憲法のしわりにも用いられる。また、瓦ありは、屋根業界では、瓦を吹くため、屋根に割り付けをするという意味で用いられる。地割りとも言われる。古代中世。 研修原村日本最古の河原、日本書紀によると、日本には、西暦588年に、くだらから仏教と共に伝来したとされている。くだらからは、学文圧、つ、陽高踏み、両、高踏み、昔やさみ角、渡るの4人の専門家が派遣され、アスカ寺の創建で、初めて使用されたとされる。原村日本最古の河原は、アスカ時代のもので、 元号寺の極楽坊本堂と前室に吹かれている河原とされる。寺院以外で使用された最初の令和7世紀末に建設された藤原家とされている。大極殿などの宮殿は河原武器で建てられていることが考古学的に確認されていることから初めて寺院以外で河原が使用されたと見られている。藤原家の建設では河原生産が 周辺地域だけでは追いつかず、大見、淡路、さぬきなどでも生産が始まった。この頃の画用以降としては、早期違い用の十七号用がある。しかし、地方においては、八世紀中頃以前は、瓦吹きは寺院に限られると見てよい。奈良時代、平安時代に入ると、瓦は寺院、宮殿のほか、漢画にも用いられるようになる。特に、地方でも、 国府や国分寺といった国家権力を象徴する建物にも用いられるようになる。しかし、絵画資料から貴族の邸宅は日和田吹きで、河原は公的な建物にしか用いなかったことがわかる。各地には瓦屋と呼ばれる瓦を生産、供給する役所が設けられ、決められた寺院や役所に瓦を納品していた。中世になると、再び寺院以外の天皇や、 将軍の御所の屋根も日和田で吹かれることが多くなる。金世編集伏見城の金箔瓦建成に入ると、瓦は、それまでは仮設建物が多かった城郭の建築物へも用いられるようになる。特に、安土桃山時代には、シャチ瓦や鬼瓦、軒瓦に金箔を施した金箔瓦もあった。文読、慶長の役で、 朝鮮から伝わったと言われるの木平瓦の画塔に逆三角形の板がついた適水瓦もあった。江戸時代前後には屋根の軽量化を図るために銅や鉛の金属で作られた金属瓦も用いられ始めた。江戸時代になっても一般庶民の家屋は板葺きが一般的で瓦葺きが普及したのは江戸時代末期のことである。当初、幕府は斜斜金令により、 庶民が屋根瓦を使うことを禁じていたが、江戸などでは、火事対策の観点から屋根瓦の使用を奨励するようになり吹き替えに助成金を出すようになったことで次第に普及した。また、江戸時代には、大海の三井寺の瓦市である西村半兵衛が、平瓦と丸瓦を合わせたような形状の三瓦を開発したと言われている。これにより、瓦を用いる量が減り、 瓦を用いるための建物強度のハードルが低くなった。ただし、日本海側の積雪地帯を中心とする寒冷地では、粘土瓦は内部の水分が凍結して破損、剥落することが多く、屋根の積雪への対策もあり、瓦吹きはあまり普及しなかった。これは現代でも見られる現象で、北日本の家屋では金属板吹きなど、スレート吹きなどが多い。近現代、 編集従来の三河原は明治時代の初期に改良され引き掛三河原が開発された。1926年以降、引き掛三河原は当時の内務省の省令もあったことから河原吹に用いる標準的な河原となり広く普及している。一方、明治時代になると横浜でフランス人のアルフレッド・ジェラールが洋風建築用としてフランス型の河原の製造を始めた。 また、大正時代にはスペインからスパニッシュ瓦が輸入され、これを参考に山州瓦の産地の三河では、S 型瓦が誕生した。これらの新たな瓦は、洋瓦と呼ばれている。寺院や城など文化財となっている近世以前の建物に使われる瓦は、現代の一般的な瓦とは大きさなどが異なることが多い。こうした文化財の修復時には、 その建物で使われている瓦の形や大きさ、材質などを調査して、なるべく近い瓦を新たに焼き、破損した瓦と交換する。こうした研究や、瓦武器技術の継承を行う、日本伝統瓦技術保存会が1991年から活動している。1990年代からは、住宅建築の初期費用の削減に加え、 瓦屋根は地震に弱いという誤解が広まったこと等により、東急瓦は1980年をピークに2014年は4分の1まで、いぶし瓦は1993年をピークに2014年は6分の1まで低下した。現在では防災性を向上させた軽量防災瓦やガルバリウム鋼板の表面を自然石粒でコーティングした。 自然石粒付き公判が登場している。2020年、国土交通省は瓦屋根について、建築基準法の告示基準を改正し、従来の告示基準を上回る、自然災害に強いガイドライン広報を義務とすると発表した。ガイドライン広報は、業界団体が独自に定めていたものであるが、義務化の背景には、自然災害の激甚化や多発がある。以下が、 日本三大河原産地とされる。また、他に以下の主産地がある。FRP を使った軽量河原、ヒートアイランド現象の緩和のためのエコ河原、強風や地震に強い防災瓦など、機能性を持たせた瓦が開発されている。ウィクショナリーには河原の項目があります。ありがとうございます。